出されてないですよ、はいはいはい、まだ眠ってるんです。あ、まあ、だからそもそも持ってるってことですか。そもそも持ってるんです、はい、それ使いこなせてないんですよ。なるほど、はい、アツシです。はい、こんな感じ、今回もポップな感じでスタートしました。はい、はい、ということで今回ですね、究極のパワーを使いこなせ、潜在意識の活用法っていうところで、なんともこうキラキラなワードが並んでますけれど、はい、ここの、ね、すごいですよ、ね、楽しみですね、はい、ということでね、本日もよろしくお願いいたします。はい、楽しみにしててね。はい、このチャンネルでは動物とお話ししたい人に向けて配信しております。チャンネル登録と概要欄の LINE の無料講座の登録ぜひよろしくお願いします。はい、ということでですね、早速本題に入っていきたいなと思うんですけれど、はい、今回は究極のパワーを使いこなすっていうところで、やっぱ潜在意識活用できると究極のパワーを使えるんですか。そうですね、その究極のパワーのね、はい、ちょっと使い方っていうのはね、はい、また後でちょっと具体的に、ほうほう、お話していくんですけど、はい、まずイメージしてもらいたいんですよね。ほうほう、どういうイメージかっていうイメージが、あるんですけど、うん、知ってる方は知ってる、知らない人はちょっと説明するんですけど、はい、ドラゴンボールの中で潜在意識が覚醒されるっていう瞬間の、映像があるんですけど、まあ、漫画なんであれなんですけどね、はい、イメージしやすいかなと思うんですけど、はい、フリーザ編なんですけど、わからない方は、簡単に言うとですね、はい、その、村の村長みたいな、うん、でっかい人がいてて、はい、で、クリリンがですね、はい、はい、なんかこの村に遊びに来たでもいいですよ、はい。で、その、ちょっとあなた来なさいみたいな、あなたには隠れたパワーがあるね、みたいな感じで言われて、本当ですか？何ですか？いいからちょっと来てみなさいみたいな感じで手当てられて頭にね、うん、でボワーンってやったら、なんだこの溢れる力はみたいなんでパワーが倍増して、で仲間のねご飯も呼んできてやってもらって二人ともパワーアップしたっていうね、まあ、よければ、ドラゴンボールのフリーザ編見てください。はあ、そういう話があったんですね、はい、そうです。ほうほうほう、長老様がね、はい、パワーアップさせるんですよ二人を。それはもう潜在意識を解放したみたいな感じなんです。そうです。だから言ったら、はい、パワーを与えたんじゃないんですよ。あ、そのヨボヨボのね、はい、その長老様もうなんか死にかけてるんですよなんですけど、その長老様がなんでそれできるかって言ったら、パワーを与えたんじゃないんですよ。はいはいはい。そもそもあなたにまだ眠ってる力があるねって言ったんですよ。おー。で、眠ってる力を引き出してあげよう。はい。なんで、眠ってるっていうことなんですよ。あー、なるほどね。引き出されてないですよ。はいはい。まだ眠ってるんです。あ、もうだから今、見てる動画の視聴者の方とかも、僕とかも。まだ、まだまだ、こんなもんじゃない。眠ってる力があります。まだ 3% しか出してない。97% の力が眠ってるんですよ。おー、なるほど、なるほど。はい。はい、はい、はい。ということで、まあ、それが、まあ、潜在意識の、凄さ。はい。っていうところですよね。はい。あとは具体例ですよね。そうですね。具体的に、はい、じゃあどうやったら使えるのっていう話。そうなんですよね。その長老の方がしたようなことをどういうふうにしたらいいのかっていうことで。まずはね、はい、眠ってることを、この自分で認識しないといけないですよ、うん。まずはね、まずはね。まずは。だからその話をね、はい、聞いてもらったんですけど、私はいいです。ほう。って言って断るでしょ、だって。ああ。あなたにはまだ眠ってる力はね、ない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 。もういいっす、いいっす。僕もいいんで、いいんで、もう勘弁してください。みたいな。はい、言ったらもうなかったんですよ。その話はね。なるほど。でも、あ、自分には確かにまだ眠ってる力がありそうだ。うん、じゃあお願いします。はい、で、やってもらった。はいはい、結果、パワーが出た。はい、なんで、まずは眠ってると自分で認識する、うん。そして自分で引き出そうと思わないといけないですよね。ああ、なるほど。はい。まずはこの大前提。はいはい、はいはい。理解していただいて、じゃあ、その眠った力を引き出しましょうよ。うんうんうん、っていうことなんですけど、うん、とにかく自分の力を過小評価する人っていうのは自分のパワーをめちゃくちゃ下げてますね。お、使えない。潜在意識のね、パワーの使い方ってまた次の動画でね、ちょっとお話ししようかなと思うんですけど、あ、はいはい。はい。実際のこの使い方っていうんですか。はい。はい。なんで、今回っていうのは、はい、その、しちゃダメなこと。これすると、で、まず使えないよ、潜在意識がっていう話。ほうほうほう、なるほど、なるほど。はい。じゃあまあ、パワーを使いこなすための最低条件というか。そうですね。はい。その条件があるんですよ。ほう。その条件を満たされないことには、はい、まずはスタートしないよっていう。なるほど。97% はね。はい。はい。その、自分を見てるわけじゃないですか。はい。でも、自分の力をあまり信じてない人、うん、自分はダメだっていう言葉をとにかく使わないこと。あ、
それが条件ってことですね。条件。なるほど。あ、今日、これが今日伝えたかった。もう一番の。はい。パワーを使うっていうのは当たり前なんですよ。なるほど。使える方が実は当たり前で、はい、使えてないだけなんですよ。ああ、なるほど。で、仮定するならば、はい、使うことっていうのはすごく簡単。うん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 、うん。その条件さえ満たせれば、はい、使えるんですよ。あ、勝手に使われるっていうんですか。なるほど。本当言ったら潜在意識が使うとどうなるかって言ったら、うん、自分の思ってる以上のパワーが出ます。お、言ったら、例えば、僕で言ったら YouTube、はい、あ、1万人登録まで行きたいな、はい、って思ってやってたら10万人まで行けたみたいなね。ああ、なるほどなるほど。眠ってる力使うっていうのはそういうことですよ。自分の思った以上の10倍、100倍の効果が、自分に返ってくるっていうのはこの潜在意識のすごいところですよ。ああ、なるほど、なるほど。はい、自分のイメージ以上になっちゃうんですよ。うん、はい、必要であれば、必要である分だけ成功します。なるほど、なるほど。はい、ということで、じゃあ、まあ、その、究極のパワーっていうのが、まあ、タイトルにある通り、もうそもそも持ってるってことですね。そもそも持ってるんです。それ使いこなせてないんですよ。はい、なるほど。はい。で、その使いこなすための最低条件としては、はい、まあ、自分をいじめない。なるほど。はいはい。はい。自分をいじめないっていうのが実は自分をいじめてることで、うん、その究極パワーっていうのは、はい、生まれない、うん。なぜかというと、うん、まあ 97% が成功させてもらえるとしてください。はい。ジニーでしたっけ？魔法のランプの、あの、巨人。はい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 。はい。あれが、まあここら辺にね、ここにね、はい、多分今映ってるかも。ジニー。はい、あの、その魔法のランプ、あの、巨人がですね、はい、あなたの願いを叶えましょうって言ってくれてるんですよ。はい、なんか、願い事を叶えてくれるやつって結構、漫画とかでもよくあるじゃないですか。うんうんうん、あれが常にいてると思っておいてくださいよ。はいはいはい。97% なんで、だってね。すごいですね。すごいでかいやつが、はい、センロンとかね、そのジーニーですね。ジーニーが。はい。が、いてると思ってない人が多いですね。あー。で、僕なんて全然、うん、そのダメなんだって言ったら、はい、そもそも、あ、じゃあこいつダメだわって思われるんですよ。はい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 。こっちを生かさないといけないっていう話してるんでしょ？はい。自分以上のパワーをお願いしますって言ってるわけでしょ？はい。だから、ね、神様にお願いしたりとかって、神様っていうなんか大きな存在にお願いしたりするじゃないですか。うんうん、そこはもう自分にいてるんですよ。潜在意識が自分に実はついてる、そういうイメージですよ。うんうんうん、そういうイメージのスタンドとかでもいいですよ。オラオラオラみたいなやつ、徐々にね、やつとか、はい、漫画の例えが多くてすみませんね。はい。はい、なんで、そういうイメージっていうのはみんな持ってるわけですよ。はいはい、はい。だからこそ漫画になってるわけでしょ。うん、だからそれ使おうよって話ですよ。なるほどな。はい。じゃあ、自分をバカにするっていうことは、そいつらをバカにしてるのと一緒なんです。同意義。自分なんてダメだ。自分を支持してくれてる人、そのものがダメだから自分がダメなんだになっちゃうんです。なるほど。じゃあその人たちは動かない。うん、その人たちを動いてもらおうと思ったら、私って素敵やらないと自分だったら何やってもできるような、そこの、条件が、うん、満たされると発動するっていうね。これはすごいな。なるほど、なるほど。ということで、まあその潜在意識の、まあ今回その実はそういう秘めたパワーっていうのは実はもう元々備わってて、まあ今回そのドラゴンボールという長老さんが解放したかのようにするには、まあ最低条件として自分をこういじめないっていうところが大事っていうところでしたね。そうです。はい、わかりました。今回結構ね、ためになる情報が盛りだくさんだったなと思いますし、はい、気づきも多かったんじゃないかなと思います。よかったっすね、今日は。はい、ということで、それでは今回もお疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、本日もあつ先生お疲れ様でした。はい、ピロートーク。ピロートーク。始まります。ゆっくりとね、はい。はい、今回ですね、まあ、ここでゆっくりしていってください。ゆっくり。はい、はい、まあ、潜在意識の活用法っていうところで、究極のパワーを使いこなすっていうので、実はこれなんか、隠された裏設定があったっていう風な感じであるんですけど。あ、次回の話ですか？あ、次回ですよね。うん、なんかその、次回、その、一本動画できるぐらいの裏設定なんですか？そう、これ、ワンチャンどこにも出てない情報ですよ。マジですか？自分、僕が気づいた裏設定なんで、引き寄せの法則って結構、この引き寄せの法則っていうのがあるんですか？言ったら、その、今日言った、はい、そのパワーを使うっていうのも、はい、言ったら、引き寄せられてくるパワーの使い方なんで、へー、なんで、この裏設定知らなかったら、うんうんうん、だから引き寄せられてないよね、みんなっていう。
あ、知ってる人は引き寄せてるんですよ、なんと。それ気になるでしょ。気になりますね、はい、ちょっと次回ね、それはまた。あ、じゃあその裏設定イコール引き寄せの法則っていう認識で大丈夫ですか。裏設定、引き寄せの法則の裏設定だから、潜在意識のパワーの使い方の裏設定。ああ、なるほど。言われてる、はいはい、こうやって言われてるやつの、はい、実は本当にこれをやってなかったら発動しないよっていうスイッチ。あ、なるほど。起動さす、起動スイッチを教えます。おお、多分楽しみですね。わかりました。じゃあちょっとね、次回に期待を込めて今回はこの辺で終わりたいと思います。はい、はい、お疲れ様でした。今日の格言、あなたはもっとすごくなれるよっ。